西川大二郎、西川大二郎昭和17年6月15日は衆議院議員、大津市長、大見国浅い郡南浜村出身。同人者で学んだ後、1888年に東京専門学校を卒業した。卒業後、山梨日日新聞の記者となり、3年後に大見新報に出筆として招かれ、1896年には社長に就任した。 その一方で、前田正菜の地方産業振興運動に加わって、全国を奔走。さらに、農商務省の食卓として、1898年に、真の商工業を視察、1903年には、北新やシベリアでの日本製品販売の調査を行った。1899年、大津市会参事会員となり、大津商業会議所会員、同会等を歴任し、 1907年に県会議員に当選した。1908年には大津市長に選出され、1910年まで務めた。1915年、第12回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。第13回衆議院議員総選挙でも再選された。その他、渦漏れた志や学者の検証に取り組み、池田屋事件で処刑された一族の西川幸造の、 証根費を根流した。ありがとうございます。